橋で賭け麻雀やってた時に雀荘貸し切ってやってたんですけど、レートデカピンで手島優が200万負けて、手島優さんが200万負けて仲悪くなりました。話しない方がいい。手島優負け分払えやっつって、セカチュウみたいに叫びました。セカチュウみたいに叫びました。うまいこと言わんね。